レオニードス・エルネストビチ・ビグネルスは、ロシア出身で、主に、ラトビアで活躍した指揮者、レオニード・ビグネルと表記されることもある。モスクワに、ラトビア人指揮者、エルネスト・ビグネルスの息子として生まれる。1930年に、ラトビア音楽院に進学し、ヤーセプス・ビートリスに作曲、イエオリシュネー・ボイクトとエミール・クーパーに指揮法を学ぶ。 1936年に指揮者としてデビューし、1944年から1949年まで、ラトビア国立歌劇場の主席指揮者を務めた。1949年から1963年まで、ラトビアフィルハーモニー還元楽団の芸術監督、1966年から1973年まで、ラトビア国立放送公共楽団の主席指揮者の、 それぞれを歴任した。1941年には母校のラトビア音楽院で指揮法の講座を持ち、1961年には教授に昇格した。1955年にはラトビアソビエト社会主義共和国政府から人民芸術家の称号を贈られ、1957年には同政府から国家賞を授与されている。リガニテ死去。 encyclopedia2.thfreedictionary.com e ありがとうございます。